王明は中国の元男子卓球選手。吉林省長春市出身。かつては世界ランキング1位のプレイヤーであり、王津とむきんや馬林と肩を並べる中国のトップの一角であった。オリンピックには2004年から3大会連続で出場し、シングルスではいずれも決勝まで勝ち進んだが全て決勝で敗れ、3大会連続で銀メダルを獲得した。 2009年の世界選手権横浜大会シングルスで若手最強と言われる馬竜前王者の大津とむきに干渉し優勝を飾る。2009年の全中国運動会の優勝後一時不審に陥るが2010年ワールドカップの優勝をきっかけに調子を取り戻した。2011年の世界選手権では準々決勝で日本のエース水谷順に圧勝。 前回と同じく準決勝で馬竜に干渉したが、決勝で超次化に敗れ準優勝に終わった。2013年の世界選手権シングルスでも、決勝で再び超次化と対戦。しかし4から2で敗れに大会連続の準優勝に終わった。2014年に選手としての現役を引退した。現在は中国代表一軍男子チームのコーチを務めている。中国式。 ペンホルダーの選手で、リメンダ法も使う。他の選手とは異なり、バックハンド技術はそのほとんどが、リメンダ法であり、ショート、プッシュはほとんど使用しない。バックハンドで表面を使わずすべてリメンで、処理するのは、今のところを諦いがい、トップレベルでは存在しない。前陣での安定した両ハンドでのカウンタープレイに、加え、 ラリー戦における強さやリメンダ法による独特な救出のフリックに代表される台上技術、ブロックも秀逸。また、前陣で両ハンドでのカウンターに持ち込ませるためにアジア人選手にしては珍しく、ヨーロッパ人選手のように横回転系のサービスを出してラリーを組み立てていくことが多い。最高成績混合ダブルス。ありがとうございます。